足が太い原因、もしかしたら反り腰かもしれないですよ。こんにちは、ぐうたらストレッチです。まずはですね、反り腰かどうかチェックしてみましょう。はい、ではですね、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、壁に寄りかかってみてください。かかと、お尻、肩、首を背中につけてください。これ別に床でも大丈夫ですね、寝転がっても大丈夫です。その時に背中に、手を入れましょう。そしたら1枚余裕で入るよ、余裕で2枚入るよ、こういう方は反り腰です。私も反り腰なんですよ。で、1枚ギリギリ入るよって方は、反り腰ではありません。じゃあですね、なんで反り腰になると、足が太くなるのかっていうことですけど、ちょっとね、大げさにやりますよ。反り腰こうなります。なったら、ここめちゃくちゃ前ももに負荷がかかるんですよ。前重心になるので、常にここがですね、筋トレ状態になっています。しかも常に腰が反ってる状態なので、ここの筋肉は全然使われてなくて、下っ腹はほっこりで、肋骨のこの辺開いちゃいますね。開いちゃうので呼吸も浅くなって猫背にもなる。まあですね、あんまり細かいところまでは理解しなくてもいいんですけど、反り腰が全然良くないってことだけは分かりますよね。なので今回紹介するストレッチを、最後まで一緒にやれば1回で反り腰かなり改善します。運動が苦手だったり、ぐうたるさんのために全部ベッドの中でできるような仕送りになっております。一緒に頑張っていきましょう。はい、まずはですね、片足曲げます。曲げたらですね、絶対腰を反らないでください。腰を反らない状態で後ろにこの辺丸めた状態で倒れていきます。で、ここ膝はしっかり床についてください。で、どんどん倒れていくんですけど、前ももが伸びてる感じがあれば OK です。いきますよ、20秒です。しっかりね、呼吸吐きながら後ろに倒れていってください。腰絶対反らないで丸めながら後ろに倒れます。どうですか、反り腰さん、気をつけてくださいね。この時こういう感じで倒れちゃうとね、反らすとより腰痛くなってしまいます。腰丸めながら後ろに、この辺ね、伸びていれば OK ですよ。どうですか、よいしょ。はい、次こっちの足いきましょう。腰丸めながら倒れていきますよ。いきます、20秒です。あんまね、倒れすぎると痛いって方いると思うので、その辺はね、自分で調節してください。痛いので、ね、ここがパンパンに張ってる証拠です。それはね、伸びしろでとてもいいことです。まだまだね、細くなる余地があるよってことなのでね、よく捉えましょう。どうですか、もうちょっと、よいしょ。はい、そしたらですね、次は両足曲げます。両足曲げたら腰を丸めながら後ろに倒れる。で、膝はしっかり床につく。いきますよ、20秒です。いきます。しっかり呼吸 吐きながら倒れていってくださいね。絶対腰は反らないでくださいね。どうですか、前もも伸びてる感じありますか。腰反らないでね。どうですか、どうですか、前もも伸びてたら OK です。無理はしないでくださいね。で、一つだけ約束あるんですけど、必ず呼吸だけはね、止めないでください。しっかり呼吸しながらやりましょう。よいしょ。辛くてね、呼吸止めちゃうの分かるんですけど、呼吸止めながらやるのは首を締めながらストレッチしてるようなものなので、それだけ注意してください。はい、そしたらですね、次は、膝立てます。膝立てたら手はまっすぐ伸ばします。伸ばした時に腰丸めます、腰丸めます。腰丸めたら腰一番最初につく。で、倒れる。で、腰を丸めてゆっくり倒れていく。これをやっていきましょう。とにかくね、この腰を丸める練習ですね。いきます、30秒やりましょう。よいしょ。息吐きながら倒れます、ゆっくり。で、上がったらね、息吐きながら腰丸める丸める丸める。そうです、そうです。どうですか、よいしょ。腰丸めますよ、ぐーっとね、ここ丸める丸める。ちょっとね、分かりにくいよって方はね、それもね、伸びしろです。できないことはね、伸びしろだと思ってください。息吐きながら、よいしょ。はい、そしたらですね、次は寝転がります。仰向けになりましょう。仰向けになったらですね、膝を立てます。膝を立てたらお尻の穴をギュッて締めるようなイメージで、こういう感じ、ちょっとお尻浮かせます。ちょっとお尻浮かす。この時イメージは腰をまた丸める。お尻ギューッとして丸める。わかりますかね。これをね、30秒やっていきましょう。よいしょ。丸めてください。お尻の穴をギューッとしたら、ちょっと浮いちゃったぐらい、
お尻の穴ギューッとするから浮いちゃった。腰丸めましょう。ちょっとね難しいですよね。なんとなく分かれば大丈夫です。息吐いてね、呼吸止めないで、ちょっとねお尻の穴をこう恥骨を顔に向けるようなイメージですね。腰を丸めます。よいしょ。はい、そしたらですね、次はね、膝を抱えます。ぐーっと、そしたらね胸の方にぐーっと寄らせます。ぐーっと、この状態で30秒キープしましょう。スタート。しっかり呼吸吐きながらやってくださいね。どうですか。ちょっとね、かなり反り腰、進行してる方はちょっとね、ものによっては難しいのあると思うんですけど、徐々にねやっていけばね分かるので、全然ね分からないのは、ちょっとねやってて分かんないなって思うのをね、もう伸びしろだと思ってください。グーッとね伸ばしますよ。もう皆さんね、日頃でいろいろコメントをいただきますけど、ストイックすぎます、本当に。よいしょ。はい、次こっちの足グーッとね胸に寄せます。30秒です。もうねストイックすぎて、もう全然ね、とりあえずやった自分を私は褒めてあげてほしい。完璧にできなくてもね、本当にね大丈夫ですよ。本当にとにかく家に帰って動画を見て、ストレッチを知っていることがいかに意識が高いか、それをね分かってほしいです。なのでね、3日坊主で終わってしまったって意見とかも多いんですけど、1日しか続かなかったとかあるんですけど、もう全然ね、とりあえず今やった自分を褒めてあげてほしいなって私はね思いますね。よいしょ。はい、そしたらですね、また、膝立てます。ちょっとね気持ちかかとは体に寄せる感じ。そしたらですね、ぐーっとお尻のギューの力、裏ももとお尻の力、ギューの力でここでキープです。いきますよ。30秒です。キープキープ、しっかり呼吸吐いてね、お腹に力入れて、お尻と裏もも使ってください。反り腰で前ももね太くなってる方はね、裏ももお尻腹筋がない、方が多いです。その辺の、ね、筋肉も強化していきましょう。頑張って頑張って、きついですよね。30秒できない方は10秒でも20秒でも大丈夫ですよ。あまり無理しないで頑張って。かかと重心です。ぐーっと力入れてください。お尻の穴締める締める締める。よいしょー、素晴らしい。はい、そしたらですね、ついつとね起き上がります。正座になりましょう。正座になったら体をこういう感じで倒します。で、余裕がある方は手を伸ばしましょう。こういう感じ。よいしょ。はい、それではいきます。30秒です。余裕がある方はね、手伸ばしてくださいね。要するにこれ腰を丸めるのが重要です。腰丸めてくださいね。ぐーっと、この体勢になれないよって方ね、全然こういう感じでも大丈夫ですからね。自分のできる範囲で頑張ってください。私と同じようにできなくても大丈夫ですからね。もうやった自分を褒めてあげてください。よいしょ。しっかり呼吸吐いて、そうです、もう少し、2、1、よいしょ。はい、そしたらですね、次はね四つん這いになります。四つん這いになってキャット&カウという種目やります。四つん這いになって、そしたらね息を吸った時に腰を丸めます。丸めて吐く時に反らす。で、この時意識してほしいんですけど、背中を丸めるっていうよりはこの辺をちょっとねこういう感じで丸めてほしいんですよ。ちょっとね分かりにくいと思います。まあ、最初は分からなくてもいいので、ちょっとやってみましょう。いきます。30秒です。で、丸める丸める、で吐く、腰丸めて吸って吐く。ポイント見てくださいね。腰丸めて吐く。どうですか。よいしょ、 OK です。はい、それではですね、次最後の種目になります。膝つきプランクやっていきましょう。反り腰さんはですね、インナーマッスル、お腹の腹筋弱い方がすごく多いです。最後ね40秒ちょっとね一緒に頑張っていきましょう。膝つきプランクのね、膝つきます。膝ついて、肘も膝もついて、お腹を丸めます。その状態でグーッとこの状態でキープ。いきますよ。
じゃあ最後なので40秒頑張りましょう。よいしょ。それでですね、余裕だよって方は、こっち肘の位置を前に出してください。そうすると、かなりきつくなります。しっかり呼吸してね。40秒できなくても大丈夫ですからね。膝つきパンとかの場合はね、本当はしっかりね、お腹に効くのでかなりおすすめです。きついですよね。頑張ってください、頑張ってください。もう少しですよ。ちょっとねお腹プルプルしてきますよね。ちょっとね40秒できない方はね休み休みやってくださいね。最近ね Twitter とか Instagram の方もやってるので、そちらの方もぜひねフォローしてください。もう少しですか、待って。よいしょ。素晴らしい。お疲れ様でした。最初のね、反り腰チェックもう一度やってみてください。1回でかなり変わったと思います。ちょっとでもね参考になったよって方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。またねー。